遠く遠くどこまでも遠く流れる川で暮れかかる空にあなた思い今日も待っています。愛しい人よ私は歌う専門の言葉願いを込めて遠い昔のおとぎ話の恋のように、どれだけ待てばいいのですか、届かぬ愛を、二人の運命知らぬ川は淡い夢を乗せて流れていくようで、会えぬ辛さを語れぬしびよ私は思う、せめてこの髪があなたのもとへ伸びるぐらいになれと、愛しい人よ帰らぬ人よ私の愛を遮るものは深く冷たいこの川の流れだけなのでしょうか、どれだけ待てばいいのですか、届かぬ愛を、二人の運命知らぬ川は淡い夢を乗せて流れていくようで。はい、こんばんは。今夜もねキャゲアンダースカの万里の川を歌いました。2018年8月の9日木曜深夜の生存確認です。今夜もねいつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に配信してます。はい、こんばんはね。はい、あ、昨夜寝ちゃってごめんなさいね。ごめんなさいね。ね、昨夜台風の心配だったんでね。まあ、来たからだったけどね。うん。昨夜寝ちゃってごめんなさいね。ごめんなさい。反省の意味を込めて昨夜と同じ万里の川を今日も歌ってみました。じゃあもう一回行こうか。万里の川ね、今夜もね。もう一回。この歌いいね。遠く、遠く、どこまでも遠く、流れる川で、暮れかかる空にあなた思い、今日も待っています。愛しい人よ、私は歌う、専門の言葉、願いを込めて、遠い昔のおとぎ話の、恋のように、どれだけ待てばいいのですか、届かぬ愛を、二人の運命知らぬ川は淡い夢を乗せて流れていくようで、会えぬ辛さを語れぬしびよ私は思う、せめてこの髪があなたのもとへ伸びるくらいになれと、愛しい人よ帰らぬ人よ私の愛を遮るものは深く冷たいこの川の流れだけなのでしょうか、どれだけ待てばいいのですか、届かぬ愛を、二人の運命知らぬ川は淡い夢を乗せて流れていくようで。あ、そうね。ね、今日で、まだね、夜が明けて金曜だから当然朝になった仕事だからね。うん、よかった、帰ってくれて。昨日本当台風でちょっとね次の日心配だったんでね、もし万が一のことって仕事行けない可能性もあったからさ、ね。昨日は待ちだからね。うん、で、今日は無事帰ってきて。で、予定通りで金曜日か10日、今週土日休みなんで、でも天気心配なんだよね、天気。土曜日はちょっと雨、でも予報の見るとね、雨の降る時間がね、3時の雨、土曜日はさ、そうすると多分、うまく通常だったらね、その時間ならもう、奥多摩がついてると思うんで、テント履く、ツエルドテントね、ツエルドのテントがして、もうだからなんとか。で、次の日、もう、それ以後はもう、連休は、まずまずいいみたいな。悪い、今のところ予報だと、首都圏は、土曜日の午後に雨がありそうなんだよね。あとはさ、近くて、もうちょっと、確率低いからね。
今回の予定はね、奥多摩小屋ね、久々、まあ年末年始以来、今回は奥多摩、鴨沢川から登って、奥多摩小屋で一泊、のテント場で一泊して、次の日、山頂経由、山頂行って、雲取りね、で、また三条の小屋の、三条だるみとか向こうを伝って、三条小屋で一泊して、次の日、だ月曜の朝帰る。だから月曜楽だよ、ほんと。三条小屋からだ、ほとんどね、途中林道だしね、うん、比較的ね、去年の5月、5月の3、4、5回休みの時ね、連休。あの時、以来三条はね、よくするね。うん、あれ以来、うん。結構急だからね、やっぱ。あれね、雲取りはいろ、ほんと。たぶんなんだっけ、ゆうさんの動画を見たけど、やっぱね、一番鴨沢が楽みたいね、ほんと、鴨沢。いつも言ってるけどね、いろんな僕なりにだけどさ、もう時間とかもお金もねえから、いろんなとこ行けねえけどさ、僕なりにいろんな登山道、まあ山行って行ってく範囲で、雲取りの鴨沢口が一番楽、今んとこね、一番って言っても登ったら少ないけどね、ほんと楽よ、ほんと。うん。一箇所だけ、鴨沢もね、多少怖いとこあるけど、でもあれだけだから、ほんとね、うん、ほんと。鎖場とかもないしな、うん。山上、同じ雲取りさんでもね、山上だるみ側から行くの結構な急だもんな、あれね。今みたいな階段状に仕上がって、まあ、低くなってさ、登りやすくなったけどさ、急な石は上がって。うん。結構そうだよ、あれさ。山上だるみが、そう、奥多摩小屋あるんじゃん、あそこのテント場の小屋から、の方から行く雲取り山頂よりもね、山上だるみから行く。山頂の方がきついもんね、あれ、あっちの方が。一番ほんと、鴨沢口が楽。うん、ねえ、本数、だからバスの本数も多いんだろうね。みんな来るってこともあって、一番多い。あの人、ゆうさんっていう人がイラストレーター、あの人もよく動画アップしてんだけどね、あれと動画でね。この間、こっち見たけどさ、キールの方から登ったやつね、三峯神社の方から。結構きつそうだったね、あれ。あっちはもともと、秩父神社がさ、スタート起点の、あれ、秩父神社がもう標高1000メートルだからね。それはそういうこともあってさ、アップダウン繰り返しながら、雲取りの方、上の方まで行くからね、だから。鴨沢はさ、登り起点が標高5、600だから、ね。5、600なんで、あんまアップダウンもほとんど基本的に緩やかな登り的なやつばっかだからさ、それも楽な証拠ね。うん、まあいいや、僕は。予算の関係で、鴨沢ね、まだ。鴨沢で、帰りはお祭りの方もね、あれ、山頂小屋回っていこうと思う、今度ね。じゃあ、そんな思いを込めて、もう一回、今夜も、バーリーの川。今夜はオンでしないぞ。ね、ちゃんと終わるからね。もう一回行くよ、バーリーの川。遠く、遠く、どこまでも遠く、流れる川で、暮れかかる空にあなた思い、今日も待っています。愛しい人よ私は歌う、専門の言葉願いを込めて、遠い昔のおとぎ話の恋のように、どれだけ待てばいいのですか、届かぬ愛を。二人の運命知らぬ川は、淡い夢を乗せて、流れていくようで。会えぬ辛さを語れぬ日々よ、私は思う。せめてこの髪があなたのもとへ、伸びるくらいになれと。愛しい人よ、帰らぬ人よ、私の愛を遮るものは、深く冷たいこの川の流れだけなのでしょうか。どれだけ待てばいいのですか、届かぬ愛を。二人の運命知らぬ川は、淡い夢を乗せて、流れていくようで。はい。今日はまずバーリーの川を歌いました。で、次はね、これ行こうか、キャンディー。もうちょっとね、ちょ一回、今年は、もう一回は経つね、過ぎちゃったんだけどね、あれ。
初中お見舞い、初中お見舞い申し上げます。行こうか、シャンディーズね。もう、初中お見舞いの時期はね、ついこの間過ぎちゃったんだけどね。まあ、そんだけでね、ほんと2、3日前だっけ、初中。もう残暑見舞いだからね、残暑見舞い。まあ、でも今年もまあ、一回も経つないんで、じゃあ行こうか、シャンディーズの、今度、初中お見舞い申し上げます。あなた可愛いね、女の子3人組ね、お年頃の女の子って。やっぱ可愛いね、あの、シャンディーズなんか見るたびにさ、思うね。あの年頃の女の子は可愛いよね、ほんとね、ほんと。まだ10代でしょ、あの頃はね。うん。可愛いなと思って見てる。うん。だうん。初中、季節柄、ついこの間過ぎた。初中お見舞い申し上げます。行こうか。初中お見舞い申し上げます。まぶたに口づけ。受けてるみたいな夏の日の太陽は眩しくてキラキラな時差を今にもあなたがかけてくるしぶきに濡れて、なぜかパラソルにつかまりあなたの巻まで飛べそうです。今年の夏は胸まで熱い不思議な不思議な夏です。初中お見舞い申し上げます。水着を誰かに見られるだけでもあなたからダメだよと言われそう。泳ぎませんかと誘いに来るけど振り向かず眠ったふりを。早くあなたに会いたくて時計を逆さまに回して待つ。今年の夏は心も弾む不思議な夏です。初中お見舞い申し上げます。なぜかパラソルにつかまりあなたの巻まで飛べそうです。今年の夏は胸まで熱い不思議な夏です。初中お見舞い申し上げます。はい、2曲目はね、キャンディ、女の子3人組ね、キャンディね、初中お見舞い申し上げます。可愛かったね、ほんとね。じゃあ次はこの歌いこうか。今度はこの歌。もう、うん、最後あたりかな、時間的に。じゃあ最後はこの歌で締めましょう。タリンジンのプレゼントでね。なんで出だしプレゼント出だし、リタリンジン。なんだ出だしが思い出せない。なんだっけ。ちょっとわかんない。ちょっとごめんなさい。ちょっと出てこなかったです。私が。僕は今度これ。最後はこの歌。サンヤブルースでいいかな。サンヤブルースの出てくるかな。アカペラだからね、なかなかね、私が出てこないんだ。サンヤブルースはどうだっけ。か、これいくつだ。じゃあ今日最後は、サンヤのお歌は、サンヤブルース。岡林信康さん。今日の仕事は辛かった、あとは焼酎を煽るだけ、どうせ三夜のドヤ住まい他にやることありゃしねえ、一人酒場で飲む酒に帰らぬ昔が懐かしい、泣いてみたって何になる、今じゃ山野がふるさとよ、工事終わればそれっきりお払い箱の俺たちさ、いいさ山野の立ちんぼ世間恨んで何になる、
人は山野を歩く言うだけど俺たちいなくなりゃビルも道路もできやしね誰も分かっちゃくれねえかだけど俺たちは泣かないぜ働く俺たちの世の中がきっと来るさそのうちにその深夜泣こうぜ嬉し泣きってなわけで最後はサンヤブルースでした。でさてまあ今日もこの1時回っちゃったけどね、うん、まあ今日と1時もう深夜ですが2018年8月の9日木曜日をリセットしたいと思います。今日も一杯飲んでね。じゃあ飲み物行こうか。今夜の飲み物、今日はこの飲み物でリセットします。で夜が明けて10日金曜日も一日頑張りましょうね。そんなの込めて乾杯しようか。明日10日の金曜日に乾杯したいと思いますね。じゃあ今日の一杯今日はね、まあ、サントリー金麦行こうか。サントリーの金麦500の缶。ちっちゃめグラス。ちょっと泡多いかな。なんでだ、ずっと冷蔵庫でちょっと振っちゃったかな。明日に乾杯。この部屋は気がするね。もうそうだな、あれもうこの名義変更してからさ、ずーきんとかずいぶんもね、親死んじゃって完全に僕のものになっちゃったんで、空き家になってんだろうかみたいにさ、業者思うらしくさ、よくやってんじゃん、なんだっけ、信託銀行とかさ、そういう関係が年寄らねえかどうかって、そういうのね、すごいなと思った。すごいね、ほんとすごい来るようになった。あれ母親亡くなったらさ、もう父親すでに亡くなってからさ、それだからもう母親亡くなったんでさ、もうね、今年で、だからもう名義も変更してるんで、完全僕のものになっちゃったんだよね。そんなわけで、まあ調べれば僕は一人だって分かるからさ、ね、そういうのあってよ、土地を有効活用しませんかみたいなね、セールス的なのがいっぱい来てる最近ね、うん、いろんな不動産や信託銀行、いろんなね、でも諦めしてないからさ、ずっと帰ってますんでね、それが心配なんだ。うん、ね、どうして昼間は秋田上司だ、しょうがない、一人だもんだって、一人なんだもんだってね奥さんいないんだもん、しょうがない、昼間は一人ぐらいじゃんのもな、うん、しょうがないだって。だからなるべくだから夜帰って朝仕事行くようにはしてるからね、うん、ほとんど、まあ昨日みたいにさ、台風はしょうがないわな、うん、こっちの方ひどかったみたいなもん、あれなんだっけ、ヤフーのさ、あれ雨雲のアプリ入れてるけどさ、八丁のあたりは本当、こっちより雨ひどかったみたいだからね、昨日の夜の段階はね。分かった、だから昨日分かんなかった。ね。でも昨日本当、結局電車でよかった、大丈夫だったけどさ、あんなるべく海がそれたからさ、でも分かんなかったからさ、ね。風、始発かどうか不安だったからさ。電車動かなかったら仕事行けないからさ、昨日はあんまり来ていたわけね、うん、今日は発泡酒金麦です。今日はね、女はしないぞ、うん、
今日はスマホなんか多分文字とか逆だろうね、きっとね、映ってんの。早いな、8月。だから11、12、13ってキャンプ行ったら帰ってきて、13か ?14 かな ?14 かでも14日ね。あれ、お墓参り行こうと思います。14日。ああ、なんか、墓参りって、13、14、15カレンダー上平常だからね。うん。人口は空いてると思うんだ。で、水道料金の窓口で引き落とし手続き行ってこようかな。水道は自分で行くんだもん、やっぱね、あれ。水道料金だけ高熱費で一番あれ、株式会社じゃねえかな。市町村でやってからね、あれ。焼き鳥水道局とかさ、だから。自分で行くんだもんね、めんどくさいんだね、水道料金。電気、ガスとか NHK はさ、あれ、申し込めばさ、向こうのやってくれるんだもん、市町村手続き。水道料金はさ、あれ、書類で送ってきて、これを自分で金融機関に出してって。だから、なので、平日じゃないといけないんでね。行こうと思うが、お盆休みで、多分平日休みなし、14、15のあたり、行こうと思う。まあ別にね、行けなくても、水道料金2ヶ月おきだからね、それほど心配すぎじゃないからね、水道料金ぐらいは自分で、コンビニで支払いしてもいいけどね。で自分で支払いなんてある程度ね、まお金現金にしてたからね。まあいいや、そんな感じ。夜が明けて金曜日仕事行った後、奥多摩行くぞ。奥多摩。ツエルトにしようか悩んじゃうんだけど、ツエルトやっぱ場所取るんだ。でもどうかな、あれ。ツエルト、僕は、絶対ロープ離れて立たないからな。場所なければさ、自立式ツエルトだったらね、あれドーム型で、ナブポールでさ、ドーム型で自立するからね。ロープ張んなくてもさ、大丈夫だからね。で、釣れるとは絶対ロープ張んないと立てないからね、あれ。場所取れるかどうか。混むだろうな、奥多摩小屋だって。もう、こんな夏だって、夏休み期間だしね。夏、最後の夏だからね、奥多摩小屋はね。僕は、雲取りさ、それはまだあるけど、あそこ、来年の3月いっぱいで奥多摩小屋なくなっちゃうからね。一番奥、本当ね、奥多摩よかったな、奥多摩。でも亡くなる前、僕奥多摩小屋知れて知ってよかった。亡くなる前にね、あそこのテント場の存在知れてよかったよ。何度コントできたの、10回弱ぐらいかな。あ、全部出てたから、あそこだけだったら、それでも6回ぐらいはしてんじゃないか、6、7回トータルして。あれ、三条小屋とか熊本さんと七つ石でも選択してるからね。一番いいや。三条小屋のいいところ、決してあれ谷だからさ、よくはないんだけど、三条小屋は標高が1000メートルぐらい低いからさ、全然鴨沢口から登る、奥多摩小屋より全然気軽に登れる、その良さかな、あれ、三条小屋は。ね、バス停から1000メートルほど、標高1000メートルほどなんでね、そんな、奥多摩小屋より、奥多摩小屋のテント場よりも歩きが少なくて行けるからね、その良さです、ね、山頂小屋は。でも、ああいうと谷だから景色が良くないからね、三条の若地湯の温泉があるとこね、あそこ。まあ、谷なんでね、景色はその良くないからね。あと、ラジオの入りも悪いし、谷。まあでもあれはね、その手軽さがあって。今回その最後、2日目はあそこね。で、山頂小屋多分ね、下から機械性もあって。飲み物もね、あそこ。朝日ビールに、クリーンビールにね、宝の焼酎ハイボール売ってたんだ、この間。去年そうだったのね。そう。だから多分それもあるんだろうな、それ。奥多摩小屋よりも、あれ、平野部に機械性食べて、奮発しやすいから、ね、売ってるものも多少多いのね。奥多摩小屋は
朝日スーパードライだけだから飲み物売ってんの。はい、じゃあ最後、今日もこれ1分で遅いからね、夜が明けていうことなんで、はい、乾杯。あー、おいしいただきました。じゃあ今日最後に曲歌って終わろうかな。最後はこの歌で締めましょうか。今日の最後はこれ、誕生日には真っ白な色を、福山さんのやつ。あなたがくれたこの名前は、いくつの願い込められてるの。そこから見える私の素顔は誇れるものですか。あんなに嫌いで飛び出したふるさと、家族の声もただ重くて苛立っていたよ。そんな姿はあなたからすれば、泣き続けた幼子の頃と変わりはなく、いくつになっても同じだと子供扱いするばかりで、認めてくれる言葉もないまま会えなくなるなんて。年に一度の誕生日だから、照れずに言うよ、産んでくれてありがとう。あなたがくれたこの心は、優しい人を選びました。自分じゃなくて家族の笑顔願ってる人、いつか会ってください。真っ白な百合を写真に飾ろう。聞いてもいいかな、認めてくれるかな、この言い方を。はい、今夜最後は福山さんの誕生日には真っ白な色を歌いました。じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思いますね。おやすみなさいね、うん、はい、まあ夜が明けてね、金曜日ということなんでね、まあそろそろ終わりましょう。ではまた。よし。